ちゃん。こんにちは。はい、はい、豊さん、はい。今日も3連戦折り返りの日時間が来ましたが、はい、ちょっとね、前回もお伝えした通り、変則的な日程なので、ね、はい、前回パリーグは2試合、はい、で1試合はまだ行われてなかったっていう3連戦の一つをまず振り返ってから、はいはい、セリーグは新しいカードで3連戦終わったんですけれども、うん、そういった関係でパリーグは新しいカード2試合しかまだ終わってないんですが、そうだね、今の時点での結果をお知らせしたいと思います、はい、まず残ってたね、うん、パリーグの試合、8月12日の試合ですね、はい、はい、こうなりました。はい、これは1試合なのでスコアを変えております、ね、はい、赤いスコアの方が勝ったチームということで、はい、日本ハム、ソフトバンク、オリックスが勝ちました。はい、はい、でね、まあざっといくと日本ハム対西武、うん、で、あの福島対高橋光成の投げ、高橋光成が、うん、まあ、復帰戦ということでね、ね、まあ、登板したけど、まず福島、はい、最高に出来が良かったね、うん、もうまっすぐに力あるし、フォークは落ちてるし、うん、まあ、それに伴ったそのコントロールもね、抜群だったし、ね、だからまあ6回を1安打、ね、6回3分の1ね、はい、6回3分の1を1安打、うん、91球、うん、まあ、1四球の1失点、まあ、2勝目ということで、うん、で高橋コーナー、ね、うん、対する、5回3分の2、96球、9安打、3三振、4失点ということで、うん、まあ、小刻みにこう点を取られていくんだけども、あの、なんて言うんだろうな、その落ちる前と上がってきたのと何が違うって聞かれても、うん、ああ、高橋投手ね、高橋君、うん、何も変わってないって言うしかないなっていうような、それは良くも悪くも変わらない、まあ、そうだね、スタイルがね、うんうん、だからまあたまに力がもっと増えて、あの、力強くなったのかとか、うん、まあ、そういうこともあんまり感じられなかったね、うん、何でしょう、良かった時と今シーズンの高橋投手の、もうちょっとボールに力があったし、キレがあったし、うん、やっぱモチベーションも高かったのかなっていうような気もするけどもね、うんうん、まあ、これで負けて0勝9敗、ね、この試合で生ため、うん、プロ初セーブということで ね、まあ、この試合でレースがホームラン打ったりだとか、うん、まあ、清宮がタイムリー打ったり、タミヤがホームラン打ったりとかね、うんうん、まあ、非常にあのゲームの展開としては、うん、まあ、日本ハムの方が素晴らしかったね、ね、はい、本当1点ずつ積み重ねた5点でしたね、はい、はい、で続いてソフトバンク対楽天、うん、まあ、もうとにかく14対4、ね、で、まあ、大関が、自己最多の130球を投げて、うん、完投かと思いきや6回なんだ3分の2ね、そうそう、うん、まあ、4失点、まあ、でもね、まあ、130球投げても、うん、まあまあ14点取ってもらったからだろうけど、うん、まあ、頑張れたかなっていう7勝目 ね、で打つ方では山川がこの日も一発打って4試合連続という、うんうん、ことでもう快勝だわ、絶好調ですね、まあ、そうだね、それでね、この試合で投げた三浦投手がいるんだ、はい、ソフトバンク最後にね、うんうん、で7回支配下選手登録になって7月にね、うんうん、で3年目でプロ初登板を果たすんだけども、はい、まあ、ソフトバンクは今シーズン8人を試合下登録にしてるんだよね、はい、枠いっぱいを使ったかなんかどうか、うん、まあ、分かんないけども、うん、8人を試合下登録にするというね、すごいですよね、だからやっぱまあここら辺でまた育成力が出てきたのかなというね、うんうん、まあ、そんな感じがするし、まあ、三浦投手も、まあ、投げてる姿はちらっとしか見てないけども、うん、まあでも本当になんかしっかりした投球するなっていうようなね、うんうん、まあ、感じが受けました。盛岡大附属から東北福祉大学行って、そうだ、ね、ソフトバンク24歳ですね、はい、うん、ということで、はい、はい、ロッテ対オリックス、はい、ね、4対0で、うん、オリックス、まあ、これはねやっぱ田嶋が良かったわ、うん、あでロッテも負けられない ね、負けられないんだけども、まあ、田嶋の前に屈したという感じだけどもね、うん、まあ、6回97球、はい、4安打8三振2四球無失点という、うん、まあ、田嶋が本当になんかこうホームをね少しいじってから素晴らしくなったよね、うん、なるほど、でロッテの方は6月24日以来の3位転落、うん、まあ、ただ次のカードが日本ハム直接対決、そう、その情報を言っとくと、うん、日本ハム対ロッテ12勝1敗、うん、
12勝5敗1分け、うん、日本ハムからするとね、うんうん、まあ、ロッテの方は5勝しかしてないという。なるほど、はい。で日本ハムはチーム打率2割4分6厘ロッテに対して、うん、で78得点、うん、でロッテは2割4分52得点ということで、やっぱ得点力にこう差が出てるというかね、うん、まあ、そんな感じがします。だからまあ次のこれからね、今から2試合ね、2試合言っていくけども、うん、まあ、ちょっと楽しみにしてください、はい、ね、というよう な, というような、8月12日のパ・リーグの試合でした、はいはい、残りがね、はい、はい、ということで改めまして、うん、カメラちいちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あの、はい、声も出てないけどね。ごめんなさい。はい、今日も頑張りましょう。少しずつできるようになってるので。はい、はい、はい、こうなりました。セ・リーグは、はい、こうなりました。ですね、ホームチームが勝ち越しということで、はい、はい、巨人対阪神は巨人が2勝1敗の勝ち越し、広島と DeNA は広島2勝1敗の勝ち越し、うん、ヤクルト中日はヤクルトの2勝1敗の勝ち越しでした。はい、まあホームが全部勝ち越したということなんだけどもね。うん、まずは巨人対阪神ね、巨人、うん、山崎より、グリフィン、うん、統合ということでね、うん、で、まあ、一方阪神の方は西、うん、佐伯、及川、この試合第1試合ね、うん、1対0ね、巨人勝つんだよ ね、 ね、まあ、なんとも言いにくいけども、うん、初回にランナーセカンドでね、うん、サトテルが岡本の打球を三塁線よく取ったんだよね、うん、よく取って一塁にワンバウンドスローをしたんだけども、うん、そのワンバウンドがまあ後逸になったと、うん、大山のね、うんうん、で、まあ、サトテルにエラーがついたわけだけども、悪送球ということでね、はい、この1対0で負けるんだよね。ね、まあエラーって怖いなと思うんだけども、うん、まあこのエラーを攻めるか、いやみんなでその1点をカバーできなかったチームメートがみんなでね、悔しがるのか、これは大きな違いで、うん、うん、まあ確かに山崎より、うん、まあ良かったっちゃ良かったけども、うん、だけどチャンスがなかったことはないし、うん、うん、逆に西勇輝の方が非常に頑張ってたというかね、うん、まあ、そんな感じもするし、うん、なかなかこう分からないんだけども、これは、ねまあ、山崎より6回3分の2、うん、121球2安打6三振、うん、3四球無失点と、うん、で西勇輝、うん、7回70、うん、あ96球、うん、4安打2三振無四球1失点、うん、自責は0ということなんだけども、うん、まあなんともね、これ言い難いよね、これやっぱね、うん、点取らないと勝てないよ、0点でも。そういうことですよね、多分この1点でこの試合は決まったけれども、うん、それ以前の問題でということですよね。そうだね、うん、でまあ今までこう調子よくね、あの阪神打線がね、うん、あ打ってたけども、まあこの日は山崎よりに抑えられたという、うん、もうそれしかないよなっていうような感じがするよね、うん、はいはい、で2試合目、うん、8対5阪神、そうそう、はいはい、5対1で迎えて5回、うん、ね、まあこう阪神が、いい具合にね点を取り、うん、この日はサトテルを外し、うん、ね、森下がいきなりのホームランとか、うん、打ったりとかして、まあ5対1で迎える5回なんだけど、阪神リードでね、阪神リードでね、うん、で4点差で門脇に送りバント、うん、まあノーアウト1、2塁になって送りバントさせるんだよね、うんうん、で9番にモンテスを入れてるんだよ、うん、モンテス、うん、代打で入ってた、モンテスはね代打で、うん、まあ代打って守備から入れてたんだけど、うん、あの監督がね、うん、でこれがタイムリーヒット、うん、そこからつながって吉川坂本ってタイムリーで同点になるんだよ、うん、1本の1つのバントが、まあ、とりあえず1点を返しとこうではなくて、うん、やっぱり、ね、こうやってつながると一気に4点差を同点にできるんだよね、そうですね、うん、だからこれはねやっぱこうモンテスを入れてた、うんうん、まあ、阿部監督のヒットだし9番にね、うんうんうん、でレフトをやらして、でまあ得点もあったからおそらく、
あのモンテスをレフトで試そうと思ってね、うんうん、入れてたと思うんだけど、それがヒットしたという ね。だから、まあ、非常に大きな采配になったと思うんだけど、うんうん、まあ、しかし7回、うん、マウンドは高梨、はい、2アウト満塁になるんだよね、うん、でその時に、近本に打たれ、中野に、フォアボールを出すんだよ、はい、ね、うん、で次に渡辺なんだよ、はいはい、そしたら高梨がやっぱもう普通だったらここで右バッターを迎えるところで交代だろうというようなことだったんだよね、自分の中でね、自分の中で、うん、だから阿部監督が変えないわけよ、うん、でなぜ変えなかったかって言ったら、やっぱそういう仕草が見えたんだよね、ベンチをちらっと見るとかさ、変わるんですよね、変わるんですよ、うん、でも阿部監督の中では変えて右を持っていったところで里照がこの日はスタメン落ちしてるから、うんうん、代打で来るっていうのが大体分かってるんだよね、うんうん、で渡辺と里照を天秤にかけたと思うんだよ、うん、それは高梨と渡辺誰か右を使って里照っていうふうに考えるとさ、はい、満塁自分で作ったくせにここで変えるかっていうような交代を要求するかって、うん、いや先読みするんだったらね、もう一つそう自分の先読みじゃなくてゲームの先読みをしてくれと、うん、いうようなことで変えなかったんだよね、うんうん、そしたら見事に鍋ちゃんがあのツーベース打って走者一掃で、3点リードに変わっちゃうんだよね、うん、同点だから8対5になるんだけどさ、うんうん、やっぱり、まあ、ベテランになるとね先読みしながらやっぱりここでは交代だなとかいろいろあるけどもそれを選手が勝手にやられるようだと困るんだよね、うん、選手がね先、うん、そのね、うん、さあの自分は変えられるだろうなっていう気持ちでいるとね、だからねこれがね高梨がねいやここで俺は降りたら右ピッチャーに里照が来る、いやここは俺が鍋ちゃん渡辺を抑えなきゃいけないっていうふうに思ってたんだったら俺逆に抑えてたと思う、うん、だけどいやこうとはえ違うの交代しないのみたいな右右って続くのにって思ったはずなんだよ、そこのやっぱね心のそういう隙とかそういうものがやっぱこういう勝敗を決めるね、うん、阿部監督も分かってたと思うよ、いやこれは打たれるかもなって、でも打たれなかったらラッキーだなと思いながらも、でも阿部監督はこれはねすごく選手に対してのメッセージ性があったと思う、うんうん、これから自分たちで絶対決めないでくれよって、うん、考えてんの俺だし、うん、ね、やっぱそういうふうに動いてくれないと、でいつも選手は全力でね、ひたむきに向かっていってほしいということのメッセージが俺は込められたような、うん、なんか采配ですごく良かったなと思うんだよね、うんうん、これ敗戦にはつながったと思うけども、うん、これからやっぱこういう采配が俺は生きてくるんじゃないかなというふうには思うね、うん、まあ、高梨投手もね次はこういうことはなくなるでしょうしね、まあ、そうだね、うん、で高梨が14戦ぶりの失点だったけど、うんうん、この失点は大きな勉強になったと思う、そうですよね、うん、ね、うん、はい、まあ、そういう2試合目でした、はい、で3試合目ね、戸郷が2試合連続の完封劇と、ね、4対0ということで、うん、ね、戸郷9回、うん、126球、はい、7安打8三振無四球無失点という、うん、ね、まあ阪神はこの日里照を4番に戻すんだけどもさ、うん、まあまあ、 あの戸郷の前に完封されたというね、うん、で4点の取り方4回ツーアウト後だよ、うん、これそうそうツーアウト何でもないツーアウト後、うん、大城がフォアボールモンテスがツーベースヒット、うん、ね、で門脇がフォアボール、うん、でねここでも出たんだよここでも出た？いやだから昨日高梨が、うんうん、あの俺にはそう見えたんだけど、うん、なんかね門脇にボールが先行した時に、うん、次は浅野なんだよ、うんうん、で浅野ってやっぱ実績がないじゃない、ね、うん、で1打席目もボン出してて、うん、でこれどうするみたいな、うん、歩かせ門脇と無理して勝負するみたいな、うん、ボール先行したけどって、うん、そういう仕草みたいなのがあったんだよね、うん、これね全力で門脇にね勝負しに行かなきゃいけなかったんだけど、うん、
これやっぱ次が浅野だけに、うん、まあ浅野と勝負してもいいかみたいな、うん、ちょっと安易さが感じられたフォアボールだったんだよ門脇に対して。なるほど。で、うん、満塁になって浅野、うん、ねえ落ち着いてたね。もうねおっさんかと思うぐらい落ち着いてたよ。2年目と思えないね。だからまあ外から入ってくる多分スライダーだったと思うんだけども、うん、それをものの見事に今季初ヒットが、ね、決勝の満塁ホームランになったという。なんとね、あ今季1号ということでね、うん、だからやっぱね 1試合目はまあミスで決まったけども、うん、2戦目3戦目っていうのはさやっぱどうするどうするっていうなんかね心のこう隙ができてきてるというかさ、うん、はっきりやっぱしてやらなきゃいかんのだなとそういうのは感じたね。なるほど。うん、まあ浅野打った方が もちろんうまいんだけど、うん、で戸郷の2試合連続完封今日見事だったのはやっぱ打たして取るそんなに向きにならなかったとそれとキャッチャー大城やっぱ大城がやっぱ戸郷のいいところを引き出すな、うん、で戸郷がやっぱもう徹底するとか徹底するねフォーク全球一体だとか、うん、だからまあ無駄なことしないというかなんかこう冒険をしないっていうかね、うん、まあそんな感じがするしすごく大城とまあいいコンビだなっていうふうに思いました。はい、はい、まあという3連戦でした。はいね、はい、続きまして広島対 DeNA、うん、ね、広島玉村野村どこだ、DeNA の方は森東ジャクソンね、まあ1試合目はトリプル勝負、ね、玉村勝負坂倉勝負秋山勝負、うん、この勝負の3人トリオが大活躍ということで、まあ、玉村は2試合連続の完投、まあ、この暑い中、ね、2試合連続完投してるというね、うん、で9回129球9安打9三振1四球3失点というね、で8月絶好調の坂倉2安打3打点秋山、3安打1打点ということで、まあ、非常にこのトリプル勝負が大活躍をしたということでね、で、まあ、10対3ということで、まあ、大差になったんだけど負けた DeNA、リリーフの奮起がねちょっと望まれます。中継ぎの防御率が 3.55 というまあ先発がちょっと来る、ちょっと早く崩れちゃうともう本当に苦しいゲームになるというね、まあだからまあこれから中継ぎを強化していくっていうことはなかなか難しいかもわからないけども、まあ、先発ができるだけ頑張って、まあ、長いイニングを投げてくれるとまあまあいいピッチャーにつなげるというようなねまあそういうことにはなってくるよね。はい、で2試合目、DeNA が完封リレーで連敗ストップ、まあやっぱさすがに東、まあ、6対0で勝つわけだけども東、4試合ぶりの、まあ、勝利ということで、まあ、9勝目、まあ、8回112球3安打3三振2四球無失点ということで、9勝2敗防御率が 1.74、まあ非常にやっぱこう安定してるっていうか、まあ、8回まで投げてくれて、まあ、1人つなぐ、まあ、そうなってくると中継ぎの防御率が 3.55 でもあまり関係なくなるんだけども、まあこれも先制パンチが効いたね、まあ、初回の野村ボールが少しやっぱ高かったかなっていうような感じがして、まあ、オースティンにホームランなどで、まあ、点を取られるんだけども、まあ、この初回だけだったかなって野村もね、それ以降は頑張って低めに制球しながら、まあ、こう抑えていくんだけども、まあだけどなかなかねこう、初回の4点っていうのは広島にとっては大きかったかなという感じがします。それで、この試合広島が3つのエラーをしてて全てが失点につながってるということを考えると、まあ、少し要注意だなっていうふうには感じます。これなぜ感じるかというと、やっぱりエラーからの失点というのはチームの雰囲気と勢いを止めるというような、まあ、そういうこともあるし、まあ、坂倉がね
ピッチャーとのコンビと合わなくてちょっとエラーをしたシーンなんかあるんだけど、まあもともと坂倉はファーストじゃないから、まあ、救いはあるんだけどキャッチャーやらせればいいっていう救いはあるんだけども、やっぱ坂倉のバッティングって欠かせなくなってきてるしね。キャッチャー相澤入った時にはやっぱ坂倉のバッティングを使いたいがためにファーストに入れてくるケースがある。そしたらここでこうエラーがかさんでね、まあ、失点するようなことがあると今後辛くなるかなという、まあ大瀬良とか森下とかそういうピッチャーっていうのは相澤がかぶってるんで、まあ、その時に、ファーストを守るケースがあってその時のエラーっていうのはやっぱちょっと困るなというそういう印象を受けました。2試合目はね。で3試合目、DeNA 初回牧のタイムリーで先制、なおワンアウト満塁からダブルプレーという4回、2点取るも矢野のファインプレーね、まあ一塁ラン、まあ、ジャクさんがヒット打って、まあ、一三塁からまあ本当にね三遊間のあたりをもう本当目いっぱい取ってジャンピングスローで、まあ一塁ランでジャクソンだから全力疾走してないんだけどもセカンドでアウトにしたというね、こういうプレーで3点目を阻止される、まあ非常にもうメジャー級というか、まあ、本当に素晴らしいプレーを見せてくれて、そのジャクソン、もうちょっと早く走らなきゃ、走っとけば援護点がもらえたのにっていうふうに思うんだけども、まあ、ジャクソンが6回82球4安打、2三振、無四球1失点というね、まあ、制球が非常に安定してきているのと日本の暑さに慣れたかなということが言えます。で5回88球5三振2四球3失点というね、まあ床田もそんなには良くなかったんだけども、やっぱ初回の1点取られた後ワンアウト満塁からゲッツーを取るとか次の1点をやらないよね。まあ確かに矢野のファインプレーとかもあって、失点を、ま、防いでるんだけど、だけどやっぱできるだけやらないようにやらないようにゲームを組み立てていった結果がこういう風になるんだね。9回小園がツーベースヒット、坂倉フォアボール、もうワンアウト一二塁から、菊池が逆転サヨナラスリーランで勝負が決まるという、やっぱりなんて言うんだろうな、まあ森原が打たれるわけだけども、やっぱこれもねここにつながったのはやっぱ床田が本当に、まあ、先ほども言ったように次の1点をやらないように頑張ってるんだよね。あそこで頑張れなくてタイムリーを打たれてて得点がもう少し離れていればこういうことにはならなかったかなっていうふうには思うんだよね。だからもったいないな DeNA はというような試合だったんだけどもね。まあ逆転サヨナラ、まあ菊池も、まあ、最高な9連戦の、まあ、締めになったかなという感じがしますね。まあ DeNA の方はやっぱりこう初戦に中継ぎ防御率が 3.55、 もう少し中継ぎが本当に頑張らないともう上がないよというようなね、まあ、結果的に最終スコアが、広島対 DeNA は、4対3かな、4対3で逆転サヨナラということになりました。はい、はい、でヤクルト対中日ね、ヤクルト小川、ヤフーレ、サイスニードで、中日梅津、高橋宏人、松木平ということでね、1戦目が5対4ね、サヨナラですね、ヤクルトが勝ちました。3対0で迎えた4回、中日はカリステタイムリーツーベース、ね、石川タイムリーツーベース、村松タイムリーで同点に追いつくという、ね、しかしその裏サンタナ勝ち越しソロホームランで9回1点を中日は細川ソロホームランで同点、まあ、このやっぱり2チーム打ち合いになるなというような印象があるんだけど、しかしその裏サンタナがサヨナラ犠飛ね、サンタナ2打数2安打、3打点1ホームランということで、まあ、大活躍、まあ、勝負強さも見せたというね、まあ、勝ち越しにさよならというね、
ことを見せてくれたんだけども、この試合小川が1ヶ月ぶりに登板してきて5回3分の1、6安打3三振3失点というね、まあただ高津監督によると、まあ勝ち投手の権利をずっと持っていて9回同点ホームランになるまでは勝ち投手の権利を持ってたんだけど、なんか試合後は登録抹消するというようなことで、やっぱ小川もまだまだ万全ではないのかなというようなね、まあそんな感じがします。それで梅津もう少し頑張ってくれないかなこれな、ねえ、何回投げたんだっけ梅津は。4回で4失点というね、だからもう少しやっぱこうボールに力があるわけだし、もう少し頑張れるかなというような感じがするよね。103球7安打7三振、5つのフォアボールということですね。まあね、まあ4回でそれだからね、もうちょっとやっぱ頑張らないからな。はい、2試合目、高橋宏斗が勝ちました。5対4また1点差ですね。はい、また1点差で自身初の10勝、初の10勝でも喜んでる場合じゃない、このピッチャー15から20勝の間でやっぱ勝ち星を拾っていってくれないとさ、でまあそれだけの力あるし、まあしかし6回106球4安打7三振3四球2失点というね、まあ10勝1敗防御率が 0.68、まあ、素晴らしいけどもね、でねこのね高橋宏斗見てると他に素晴らしいところはどこかというとさ、6回ツーアウト満塁からセカンド内野安打タイムリーを打つんだ、これね本当に一生懸命一塁に走るよ、ピッチャーでありながら、だからこれはね本当にね好感が持てる。だからこれはねどんな大投手になったとしても続けてってほしいなっていうね、打席に立つ以上は、でも彼の本当にいいところだから、純粋に打席に立ったらヒットを打ちたいだとか、もう内野安打でも1点取りたいだとか、まあそういう気持ちがあるうちは絶対に20勝できるからね、こう頑張ってほしいと思う。でヤクルトの方は、ピンチの時にヤフーレから山野に変えたんだけども満塁でね、で岡林に押し出しのフォアボール、で山野から丸山に、ピッチャー交代したら冒頭で4点目を挙げるというね、まあ失点の仕方がちょっとね悪いかなって、良くないなっていうふうに思いました、で3試合目で4対2でリードした8回、ヤクルトがね、まあこの4対2になったあの経緯というのは、オスナがスリーランとか、まあそういうこと、まあ石川のねホームランとか、まあいろいろあって4対2で8回を迎えるんだよね、で8回表カルシス細川の連続ヒットでワンアウト1・3塁、石川が犠牲フライ、福永がフォアボールでツーアウト1・2塁からタイムリーツーベースで逆転、木下がね、でツーアウト二塁代打川越がタイムリーで6対4、もうこれで勝ったと思ったよ、中日が。うわー、こんな逆転の仕方は中日もできるようになったんだと思ってね、でこれであれこれでもうまあもう8回裏と9回裏しかないわけだから、だからこれでまあ中日の投手陣を見たら盤石かなと思ったら、8回裏ツーアウトから、山田哲人フォアボール、続く岩田同点ツーランホームラン、見事だったね、プロ初ホームラン、なんかね、チーム内のベンチでもびっくりしたみたいなねコメントがありましたけど、まあそりゃそうだろうな、まさかホームラン打つとは思ってなかったしっていうようなことをね言ってましたね。でもそれは全員が思ってたことで、やっぱね中日のバッテリーもそう思ってたんじゃないかな、ホームランはないなって、だからヒットはヒットっていうか繋がれたくないなと思ったのが、多分ホームランになったと思うけども、やっぱここら辺も心の隙かなっていうような感じがするけどね、でも見事だったよ、でそのまま延長に入って11回裏また先頭の岩田がツーベースヒット、まあやっぱこの子は足も速いね、やっぱ足が売りということはね、そうだね、まあレフト線に行ってて、まあそのデータ的にはそこに飛ぶということで、カリステもちょっとライン線に寄ってたけども、
まあ、間一髪セーフになるというね。で代打西川、うん、ね、申告敬遠、はい、これマウンドには斎藤が登ってたんだ左の、はい、で西川を申告敬遠、うん、まあ詰めてバントをやらすのかなっていうような感じがしてたんだよね、うん、ノーアウト1・2塁にして、うん、オースプレイにして増田代打バント、そしたらホースプレーでアウトが取れるかもわからないね。単独だったら西川にバント出してタッチプレーでセーフになると嫌だと、うん、まあそういうことで多分申告敬遠したんだと思うんだけど、うん、で増田が犠打を成功でノーアウト2・3塁、あ、ワンアウト2・3塁、うん、で長岡を申告敬遠、うん、あれこれ申告敬遠していいのかなと思ったのは、うん、なぜかというとこのままいったら2アウト満塁で村上回るぞって、うん、でこの日は5打数ノーヒットだったんだよ村上選手ね、うん、そのうちも三振があったし、その前にサイナーのシチュエーションでスライダーに三振をしてるんだよね、うん、でも村上に回るけどいいのかなとか思ってたの、うん、でその前にワンアウトフルベースから代打内山、うん、あ残ってたんだ内山がと思って、うん、そしたらまあ低めのスライダーに手を出して三振で村上だよ、ツーアウト満塁ね、こうやっぱ回ってきたなと思って、うん、そしたら、外の狙ったまっすぐが少し甘くなってライトに叩き返されて、まあ、サヨナラヒットとね、うん、だからここら辺は難しいけどさ、やっぱその日の状態、その日の状態を取るのか選手としての格を取るのか、うん、これはやっぱ難しかったと思うな。だ選手の状態を取ったんだろうね、中日の側は。ただ状態を取ってもそんなにね、あの五打コとかっていうことって少ない確率ですか。まあそうだろうな。って考えるとなかなか難しいですよね、うん。俺はこういう究極な場面っていうのは、うん、格を取った方がいいかなと思うんだよ ね、選手としての。やっぱ三冠を取ってる人に勝負を挑むっていうのはやっぱちょっと無謀だったかなっていう。だから俺は西川に勝負いっときゃよかったなと思ってさ。なるほど、まあ言ってもね、はい、まあ言ってもね、まあ決めるのはベンチだからこれはしょうがないけども、うん、やっぱ格とその日の状態をどう取るかっていうのは難しい選択だったと思うけどな。まあこういった場面で回ってきたっていうことで村上選手はまた一つギアが上がったかもしれないですね。まあまあそりゃそうだね、もうそれはもちろんそうだ、うんうん、だって何内山が三振して泣きそうな顔して帰ってきてあれを見たら、ね、あれを見たら俺が決めてやるからみたいなことを思ったっていう ね、そりゃ思いますよね。まあ思うよね、うん、はい、まあそういう3連戦でした。まあ、ね、セ・リーグはねこれで9連戦が全て終わると、はい、まあ、ヤクルトの方は9連戦の頭村上のサヨナラで始まり村上のサヨナラで終わったというね。でヤクルトの方は勝ち越したというね。さらに最後の3戦は全部1点差の接戦、ね、まあまあそうだね。まあ明日はね、はい、ちょっとセ・リーグの面々はちょっとゆっくりしてほしいなというふうには思います。1日空きますからね。はい、はい、はい、続いてはいパ・リーグは、はい、こうなりました。先ほども言いました通り2試合まだ時間終わってなくて、はい、明日3試合目がありますが、うん、そうだね、今の時点での、はい、あの結果ですね。はい、はい、でまず日本ハム対、ロッテね、金村山崎幸也でロッテの方は小島、うん、メルセデスというね、うん、ことなんだけども一勝一敗ずつですね。一勝一敗ね。でまあ冒頭に日本ハムとロッテのね勝敗表とかいろいろ相性だとかそういうことを説明したところがあったんだけども、ね、対戦の成績ね、はい、まあ、1試合目これは日本ハムの方がデータ的にはねすごく上を行ってて、はい、1試合目6対0、うん、小島が勝ったというね。小島がやっぱね素晴らしかったわこれ、うん、で8回105球3安打5三振3失点もうね、うん、あ3四球ね、あ3四球、うん、あ無失点、はい、あ無失点だね、あそうだね。で低めの制球がねものすごいやっぱ素晴らしかったね、うんうん、これはね新庄監督が言ってたけども、うん、やっぱあれだけね低めに丁寧に投げられたらそれはなかなか打てませんよと、まあ、ピッチングとしてのお手本をして
あの見せてもらったというふう、うん、いうふうに相手をもう称えたけど、うん、まあもう本当その通りで、うん、まあ見ていてね打たれる気がしなかった、うん、あまあ見事だったね、うん、で8勝目、ね、あでねこれを援護したのが4回佐藤俊也タイムリー6回にポランコの犠牲フライ、うん、友杉タイムリー、うん、で7回には外がタイムリーというね、うんことだったんだけどもまあロッテの方はこの打線の組み方非常に嫌だなと思ったのが、うん、やっぱ高部を1番に持っていて藤原2番藤原の2番が粘って粘ってフォアボール取って次へ次へ繋いでいくんだよね、うん、そしたら角田がそのフォアボールを取った藤原を生かし、うん、外と佐藤が返すという、うん、打順の流れが素晴らしく良かったねなるほど、うん、でこの試合日本ハムは3安打、ねえー、連勝6でストップというね、うんまあ、松本が連続ヒット、うん、あーゲームでね、うん15で止まり、うん、清宮が連続打点も 6で止まるというね、うんうん、いろいろ止まっちゃいましたねいろいろ止まったね、うん、だからまあここら辺はちょっと心配だな2試合目がねね、はい、で2試合目、うん、で初回、佐藤俊也のタイムリー、うんしかしその裏レイエスが同点ホームラン、うんまあ、レイエスがねよく打ち出してくれるよね、で2回郡司がフォアボール万波ツーベースでノーアウト2、3塁、はい、上川またセカンドの間に1点、うん、それでねちょっとねあの補給ミスがあって、はいはい、もしまた2、3塁になるんだよね、うんうん、そして伏見がスクイズね、水野が連続スクイズすごいびっくりしたこれね意表をつかれたのは、うん、まずね2回というね浅い回で、うんうん、それもましてやそのノーアウトからスクイズが来るなんていうのは思ってなかったよねなるほどうんいやだからちょっと意表をつかれたスクイズだったんだよね、うん、でまあ同点からのスクイズだし、あ、まあ1点勝ち越してからのスクイズだし、うん、あの水野にもう一回やるかっていうような、でも連続で決めるっていうのが素敵だね、これね。ねうん、そのスクイズ2回でスクイズだけで意表をつかれたのに、もう一回連続で来るというのはさらにってことですよね。まあそうだね。でまあ新庄監督だったらやりかねんかなっていうふうには思うけども、うん、でもまんまとやられたという。でもまあ2回でノーアウト。ワンアウトからあったらスクイズって考えるけどさ、うん、ノーアウトから連続で来るかなっていうようなね、うん、まあやっぱこう意表をつくからこそあのなんていうのかな、まあ、作戦というかね、うんうん、これぞ新庄野球というところなんでしょうかねまあそうだね、だから4対1でね勝つわけだけども、うんまあ、山崎幸也7回3分の1100球6安打2三振1四球1失点、うん、8勝3敗、うんね、10勝が見えてきたね、まあ、FA でやっぱり移籍してやっぱ10勝できるっていうのはねすごく貢献できてるしそうです、ねまあ、これで A クラス、うんまあ、もし2位になるようなことがあると、うん、やっぱ幸也がね、うん、押し上げたって言われるような活躍、うん、もしてくれてるよね、うんまあ、5つの貯金を作ってくれてるわけだから8勝3敗で、はい、だからまあ立派な活躍だなっていうふうに思います、はい、まあ明日がね大事だね、どうなるんでしょうかね、3戦目、はい、で西武対ソフトバンク、渡辺西武は隅田、うん、でソフトバンクはモイネロ大津ということでね、はいまあ、西武がモイネロから山尾の犠牲フライで、まあ、先制する、うんおこれはいいぞって思いましたよ思いましたよいややっぱモイネロって、ねうん、もうほとんど完璧に来るし、ねうん、まあでもそれ先制点取ったし渡辺がね非常に力つけてきてるんでピッチャーとして、うん、いやだからあこれはいけるかもって思ったのね初回にねまあしかし近藤は4回に15個ソロホームランで同点、うん、まあこれスライダーだったと思うけど、うん、完璧に打つねで7回にも17号ツーランホームランで突き放すという、うん、これはカーブかスライダーかな、うん、やっぱ同じようなところに同じように打って、まあ、放り込んだけども、うん、
っぱ再現性があるなっていうような感じがするし、うん、まあ、見事なホームランでした、はい、でそのモイネロ、うん、結局完投を許すんです、今季初完投、素晴らしい、うん、で9回、はい、112球2安打6三振1四球1失点2安打、うん、2安打だ結局、ね、うん、で9勝3敗防御率が 1.50、うん、今季初完投、うん、これね西武ドームってね一番12球団で暑い球場だよ、やっぱ風が通らないし、屋根がある分ね、屋根がある分だけ、うん、だからあの中でこの時期に完投できるだけのやっぱスタミナがあるっていうのがすごいね、うん、うん、だからやっぱ大したもんだなと思ってさ、すごいね、うん、まあ今度のホームランだけじゃなくて、うん、ね、他の選手も打ってるんだけども、うん、まあ近藤の2本のホームランっていうのは山川が止まったと思ったら、うん、ね、山川が4試合連続のホームランかなんか打ってて、うん、この試合に入ってきてるんだよね、うん、で山川を止めたと思ったら今度は近藤がまた打つというさ、ね、あーすごい打線だな、でもね、しかも1試合に2本でね、しかも同点と勝ち越しとっていうか、まあ、勝ち越しっていうか突き放しというか、ね、はい、ね、はい、で2試合目がまあこれ隅田がまあピンチありながらよく頑張ったなっていう投球を見せてくれて、うん、6回96球7安打8三振無四球1失点、はい、まあ、7勝8敗というね、うん、うん、決していいとはいうふうには思わなかったんだけども、うん、やっぱり良かったのはフォアボールを出して無駄なランナーがいなかったということだよ ね、 そうですね、まあ、打たれるのは打たれちゃったけども、うん、まあ、だけど要所要所をこう締めていったというね、それで1失点を、まあ、ピンチだらけっちゃピンチだらけなんだけど、うん、よく頑張ったなと思って、うん、で打つ方は5回裏ツーアウト2、3塁から外崎がタイムリーツーベース、うん、まあ、大津もったいなかったのは高めに浮いたな、スライダーが、それをうまくちょっと泳がされてるんだけどもうまくこう持ってったね、うん、あの宇宙間に、で続く源田、ツーアウト二塁から、まあ、トロサギを返すタイムリーというね、うん、でこの試合では、平坊、はい、高橋アブレイユで逃げ切るという、うん、まあ、8連敗を止めたというね、うん、うん、まあ、8連敗を止めるときは隅田が止めるかな、なんかね、よく、ね、で5連敗の時はね竹内が止める、なるほど、だから隅田と竹内しかなんか勝ってないような気がするんだよね今シーズン、うん、ね、だからソフトバンクは再三のチャンスを生かせずということでね、そう、ソフトバンク9安打で1得点、まあ、そうなんだよ、セーブは5安打で4得点ですから、そうなんだよね、うん、だからまあいかに有効打を打つかっていうことが大事なことなんだけども、うん、まあソフトバンクの方はこういう日もあるよねっていう、そうですよね、まあね、そうじゃないとね、うん、まあそういう感じだね、はい、で最後、うん、オリックス対楽天、うん、はい、ね、オリックス曽谷、うん、エスピノーザ、うん、で楽天は早川、内ということでね、はい、で1試合目3対0、楽天、まあ、早川が3年ぶりの完投勝完封勝利、これルーキーイヤー以来なんだよね、なるほど、うん、でね前に完封したそのルーキーイヤーの時に完封したのも京セラ、うん、でこう辿ってみると、うん、同じ球審福家さん、すごいねなんだよ巡り合わせが球場と審判まで、そうだからこう相性がいいんだろうねやっぱね、ね、うん、それで、27人で打ち取ってるという、ああ、まあ、27人をアウトに取ればね、まあ、ゲームセットなんだけど、うん、27人きっちりで終わるんだよ、ということはランナーが出て も、 盗塁で刺されたりとか、まあ、ゲッツだったりいろいろ、そうそうそう、ゲッツとか終わるんで27人で終わったという、うん、ああ見事だったよね、で8勝目というね、2安打ですからね、2安打ね、9回121球2安打9三振、2四球無失点という、うん、同じ京セラ、同じ球審福家さん、ありがとうみたいな、まあそんな感じだよ、もう、弦のいい球場と、いや、本当はね、弦のいい、そうそうそう、なりますね、だから早川も覚えてるかなと思ってさ、うん、え、同じ球場で同じ福家さんだって、
思ってるかね。いやでもこれだけ言うとあそうなんだってなりますよね。思い出すかもね、うん、でこの試合で大活躍をした村林、うん、3安打3打点全得点を全打点を叩き出してるというね、この試合のね。でねこれ調べるとオリックスで無類の強さを発揮するんだよね。なるほど。でレベルまあアベレージが2割3分ちょっとなんだよ、うん、打率がね、うん、そんなに高くないんだけど今ですか。今2割3分あ今は今日試合があって変わりましたけどその時点では2割3分9厘ね。そうでしょ、うん、それが対オリックス戦になると3割7分5厘になるんだ。すごいね4割近いで。そうで64打数24安打9打点というね、うん、まあ打点はちょっと少なめかもわからないけども、うん、この打率の高さっていうのは非常にオリックス側は気をつけなきゃいけないし、逆にオリックス戦で言えばその村林が4番みたいなもんだよね。これだけの相性があるとね、うん、だからこの相性で、うん、相性の良さで勝ったかなというね、うん、まあ外にも悪くはなかったんだけどもまあまあ相性にやられたかなという感じがします、うん、はい、はい、で最後6対1、楽天、うん初回楽天辰巳のタイムリーで先制、うん、その裏ワンアウト満塁から紅林犠牲フライ、うん、続く北、が続くで2アウト1・2塁からライト前ヒット打つんだけど、うん、しかし後続が続かず、無得点という、まあ、1対1って、まあ、1点しか取れなかったというね、うんうんうんまあ、同点に追いつくのがやっとだったというね、うん、で5回小深田2点タイムリー3ベースヒット、はい、6回には阿部タイムリー7回目は押し出し、うん鈴木大地がタイムリーという、うん、でこれねオリックスはね非常にまあこれ連敗してるんだけども、うん、チャンスは作るのよ、うん、あと1本はやっぱ出ないんだよね、うん、でねオリックスの方はねまあ4安打に抑えられてるんだけどもいいプレーもあんのよ、うん、若月が2回黄金の盗塁をねもう本当にねとんでもないところピッチャーが投げてるんだけど、うん、そっから取って刺したりだとかみんな一生懸命やってるんだけどもさ、うん、素晴らしいプレーもあるんだけども、うんうん、勝敗につながってこないんだよね。やっぱ4安打っていうのがちょっとまあまあ確かに厳しいですかね。まあ確かにね、うんまあ、打ててないっていうのがあれかもわからないけども、うん、だけどもなんて言うんだろうな、うん、もう一本が出ないかな、まあ、初回でもやっぱこう北がね、うん、ツーアウト1・2塁からライト前に ヒットを打って、うん、これが帰ってこれずに満塁になるんだけども、うん、次の杉本が初球を打って、ショートゴロというようなことでなかなかこう得点にならないなっていうような感じがするよね、うんうん、だからまあここら辺はもう少しまあ頑張ってるんだろうけども、まあ、集中力を高めにテンション高めに持っていかなきゃダメかなっていうような感じがするね。まあなんかまたねヒット数が増えてくるといい傾向になってきそうですけど。まあまあそうだね。ちょっと頑張り時でしょうかね。まあだけどもう間に合わないよ A クラス、ね、いや本当にね諦めた時点で終わるしね、うん、まあもうちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、はい、まあ先ほども言ったように、うんセ・リーグのね皆さんは、9連戦お疲れ様でした、うんねねまあ、パ・リーグの方はあと1試合かなね、うん、今あの時点でソフトバンク、日本ハム、ロッテ、楽天、オリックス、西武の順位で、うん、日本ハムとロッテは一応日本ハム2位でロッテ3位でもゲーム差はゼロなんですよね、うん、まあそうだね、まあ、マジックも出てるよね、うん、30? 29ですね。あもう29になったら、うん、もうあっという間に減るなこれ。うんね、まあセ・リーグはね広島、巨人、阪神、DeNA、ヤクルト、中日というふうになってますが、うん、ちょっとずつゲーム差が開いてきてるのでね、まあ、ちょっと頑張らないとね、うん、まあこれ広島が逃げ出したらこう追っかけるのはしんどいよね。巨人1ゲーム差、その下阪神が3ゲーム差で追ってますけれども、うん、だからやったってな何も変わってなないんだよね、うんうん、だから今日みたいな広島がねほぼ負けるだろうっていうような試合を
っくり返してるわけだからね。ねえ、ああいうゲームがやっぱり、ね、何試合かあるよね、優勝するためには。そうですよね。あ、だからまあいい感じの雰囲気になってきてるなっていう、うん、広島がね。ねえ、はい、まあ、はい、頑張らないとね。次は巨人が広島かな。そうですね、次は1日置いて、違いますね、ヤクルト広島。あ、ヤクルト広島。 DeNA 巨人、中日阪神ですね。あ、まあ、そこら辺は直接対決がどこもないから、うん、まあ A クラスと B クラスの戦いになるね、うん、はい、はい、まあ頑張ってください。はい、はい、まだまだ暑いんでね。そうですね、はい、怪我しないように頑張ってください。はい。